ストの達です。ではバイオハザードゼロ続きをやっていきましょう。さてでは行きましょう。前回ねようやく館の外に出ることができたんですけど、これはこのボタンは何でしょうね。押すことはできないのか。電力が供給されていない。この世界の電力はどうなっているんだ。本当にどこも通っていないではないか。でこっちはいけないね。向こうからロック、まあ、こっから越えていけばいいじゃんという気もするんですけど、まあそういうことを言うのは野暮ですな。んということは考えられんのは前回のちょっと待って、この奥ちょっとレベッカにはいてもらって、ここで別れよう。了解。これ踏んでる間に踏んでいると扉が開くとかそういう感じか。でレベッカに切り替えて、多分ここが今開いてるんで、そうだね。はい、とんだこんにちはと。敵は今んとこいないね。祭壇。敵はいないね。ここはどうでしょう。あ、ここは休憩ゾーンか。はいはい、オッケー。この辺のアイテムを取りましょう。取れないというね。ほんではね、持ってるアイテムを置けばいいか。せっかく休憩ゾーン見つけたんで、一旦戻って、アイテム取ってこようか。嘘。戦えと？セーブすればよかった、セーブすれば。一旦戻りましょう。なんということだ。ハンドガンしか持ってないんだけど、どうしようかな。ビリーは入れないんですよね。せめてグレポンとか渡しておくことができればよかったんだけど、まあ仕方がないか。外に出ることができるか一旦実験しましょうか。いいね、出ることできました。ただね、一旦アイテムとか取りに戻って、拠点をここに移そう。戻ってきました。で前回手に入れたジュラルミンケースなんですけど、ダイヤルが分かんないんで後回しにしていたんですけど、暗証番号書いてあったんですよ、385と。ということでね、これを回してみましょう。385と。さあ何が出るかな。何か入っている。ハンドガンパーツ。わーい。ハンドガンパーツをゲット。スコープ。スコープマウント。集団精度が格段に上がる。では、つけましょうか。組み合わせればいいかな？OK。いい感じになりました。さて、本ではね、中に入って、まずは、セーブゾーンに戻って、グレポンの弾をね、取ってきましょう。で、一応ハーブを一つ持ってます。ので、ダメージ一つぐらいは、まあなんとかなるかなと思うんですけど、戻ってきて一旦ではね、セーブして、で、戦いましょう。ボスと戦うための準備に、すんごい時間かかりますよね。では、やっていきましょう。当てにくそうなんですよね。飛んでるんで。はい、近づいてきたら、今当たった？ちょ、やめて、やめて。ちょ、やめなさいよ。バカ者、痛いわ。はい、もう一発。外れ。これ当たったね。あ、で、コウモリが
チビコウモリも出てきた。体力はまだ大丈夫です。はい、もう一発。いいね。どこだ。いけ。今のは外れか。今のも外れで、弾がなくなったんで組み合わせて、で調合したハーブ。くそ、ちょどこ向いてんのかわからん。なるべくこのチビコウモリがうざいね。うざいね。言わずもがな。でかいやつに当てたいんですけど。お、倒しましたね。はい、倒しました。倒すことができたんですけど、体力がデンジャーになったのと、グレポンの弾が全部なくなりました。よし、では行きましょう。何かを使って登れそうだ。フックショットか。持ってきましょう。ほんではここでフックショットを使いましょう。ここは？はしご？これを折りまして、はい、折りましょう。敵はいないね。これは？ブレーカーか。上げましょう。うん、ここが開くのか。そこが開くのか。で、ここはと。あ、これ裏からロックされていたとこか。ハーブ。ありがたい。レッドハーブ。取れないや。取れないんで。うん、ま、後で取りましょう。まずはここ開けて。うん、OK。ビリー。待った。その前に、ビリーと合流する前に、中に置いてきたアイテムとかもね、取ってこよう。よし。では、行きましょうか。フックショットまだ、いるかな？まあいいや。とりあえず置いていこう。来い。まずはね、レッドハーブ。さっきのレッドハーブを取りましょう。ではね、この奥、行ってみよう。ここは？敵はいないね。これは何でしょう？特に見ることはできない。怪しい。ここは何だ？ここは何でしょうね。ドキュメントがあります。マーカスの日誌。またか。うん。私の子供？何でしょうね。キルのことかな。カプセルを開けるには特殊な剥離剤が必要。ああ、なるほど。以前のドキュメントで、あったね、そんなの。薬品の調合で、剥離剤を作ることができる、みたいのがね、あったよね。これまたフックショットか。持ってこなくてはいけなかった。で、こいつが生き返りそう。こっちは、ここはセーブか。うん。
手術室に繋がっている。あ、なるほど。またあのアイテムを送ったりすることができるという感じか。で、タイプライターがあるんでセーブが可能。では副ショット持ってきましょう。ほんでは行ってこようか。ここは？ドキュメント？うん。これ日記。はいはい。パスワード。うん。ほほ。ええ。パスワードは、子供？子供のパスワード。で、ポリタンク。アイテム取れなくなったら嫌なんで、とりあえずはね、取んないでおきましょう。あとで。うわ！あ、いるいる。マップだ、マップがある。倒しちゃおうか、あいつ。ちょっと待って。火炎瓶持ってるんで、これで先手必勝、やってしまおう。はい。1。確かね、3発で倒せるんで。どうだ？うん、OK。これで、この奥に行ける。これは？キルのサンプル。押しましょう。はい。光ったカプセルが一つある。青いヒルのカプセル。取りましょう。これに剥離剤を、ここに空き瓶がある。空き瓶とポリタンクがあるんで、火炎瓶を作ることができる。で、アイテムがいっぱいなんで、一旦置いとこようか。降りれないんかい。降りれないんだ。まあ仕方があるめえよ。先に行こう。敵はいないね。これは？スイッチ。押しましょう。はい。おや？おや？え？あ！どこ？どこに出た今。あいつ。どこいんの？まあわかんないや。いいか、ほっとこう。ここはいけません。鍵。ミリーは？ミリーの方は？大丈夫？大丈夫だね。ミリーの方は大丈夫か。こっちは大丈夫。ここにはいないのか。ここにポリタンク。ハーブ。ポリタンクにハーブに、インクリボン。瓶。全部取れないんですよね。一旦フックショット置こうか。置いて。で、デンジャーなんで、調合したハーブ、使いましょう。ポリタンクと瓶がいっぱいあるんで、火炎瓶をね、何個か作っておきましょうか。はい。火炎瓶作ってきました。この中は、ここはいけない。で、この下は、いけるっぽいんですけど、いや、いけないか。ほんでは、もう一個奥、行ってみようか。この奥ね。奥にも行ける。敵は？あー、生きてそう。で、そこにショットシェルがあるんですけど、こいつ大丈夫か？一旦撃ちましょうか。今の生きてたの？なんか、うわーって言ったよね、今。ほっとこうか。大丈夫かな？ショットシェル。ショットシェルを
撮りまして、ドキュメントも撮りまして、キルの育成記録、うん、実験体のヒル4匹へ子孫投与開始。ほほ。この文字に色がついてるのは意味があるのかな。うん、なるほど。この数がパスワードか。4、8、4863、4863がパスワードかな。まあ、覚えておきましょう。これは何でしょう。グローブボックス内にガスを注入する装置。ガス。これ?薬品か。ああ、なるほど。調合しましょう。あ、剥離剤ができた。で、剥離剤を、これ。これに使うと、あ、ヒルになった。青いヒルのオブジェ。うん。まあ特になんてことないか。どうでもいいんですけど、ヒルって抜群に気持ち悪いっすよね。まあ正しくはヒルではないんですけど、ここはいけない？正しくはヒルではないんだけど、郊外ビルとか、湿った公園とかでさ、よく見かけるんだけど、まあキモいんですよね。気になる方はね、郊外ビルとかで検索して、まあ、ググってみてください。キモいっすよ。まあ、ヒルではないんだけどね、郊外ビルは。ヘッドショット、いいよ。どうだ?ちょっと弾を無駄に使ってしまったな、今。火炎瓶で行きましょう。来い。来るがいい。はい。どうだ?ダメか?ダメなのか?ダメなのか、君。では、これを装備して。ちょっと待って。今、足元にいるやつも怖いんだけど。大丈夫か?ここに、ヒル入れんのかな?うん。台座に何かをはめる穴がある。ヒルでしょう。間違いなく、ヒルでしょう。何も起こんないのかい。あ、そう。セットするもんが違うのか。残念。残念無念。あ、で、ここにもあるよ。これ。採取しましょう。すると、何ができましたかな?緑の薬品をゲット。うん、OK。まあ、それはさておき。うん、あとドキュメント。調査隊員のメモ。はいはい。うん。ここは研究所か。こっちは?あ、救急スプレーか。ありがたい。救急スプレーはね、大事よ。とても。でも、できることがないな。あ、これか。これエレベーターじゃん。はいはい。なるほど。なるほど。ここに何かを置いて、送るんですよね。まあ、とりあえず邪魔なものを置きましょう。で、ビリーに変えて、
で、受け取る。まずショットシェル受け取って、まあちょっと受け渡ししましょう。少々待ちを。うん、OK。行きましょう。おそらくさっきのスイッチで、この先の扉が開いたんですよ。で、マーカスが出てきた。今の火炎瓶で撃退していきましょう。こっちかな？この奥？あ、いるいる、いるね。フラーへと。まず一発。二発。もう一発。三発目。あ、ちょ。あと一撃でいけるはずなんで。どうだ？あ、いったね。オッケー。で、ここにも、ボンベがあります。で、あ、ハーブ。ありがたい。で、ここか。ここに青い、切るか。ほんだよね、ここに、切る。はめて、うん、OK。で、何気に、デンジャーなんですよね。外に救急スプレーあるんで、使ってもいいんだけど、あ、これがさっきのパスワードか。あ、ここにもヒルが必要なのか。OKOK。じゃあ今は取れないんだ。今度はこのハーブ回収して。よし。では、行ってみよう。敵は？いないっぽいね。で、そこになんかある。んと？入力調整コイル。なんでしょうね。まだ何かある。写真の裏に何か書いてある。この右側の人、歌教員さんじゃないの。ジェームスへ。1939年。よく似ている。やつはマーカスの子供。いや、孫なのか。なるほど。歌教員はマーカスの孫という説がね。まあ、そんなことより、この奥は、行ってみようか。こいつは怪しいな。こいつ。あ、敵いる。せーの。はい。ヘッドショット。いいよ。あ、あー、ちょっと。お前。もう一発。うん、OK。大丈夫。で、これは？なんでしょうね。あ、ヒルか。で、アイテムがいっぱい。またなんか置いてくるか。くそ。置いてきまーす。はい。では、アイテム置いてきたんで、緑のヒルのオブジェ、取りましょう。ゲット。いや、しかし本当に、ほとんどね、ほとんどがアイテムを置くために右往左往してる時間なんですよね。恐怖とは別のストレスがかかってしまっている。ほんとは今回はちょっと休憩しましょうかね。ヒルのオブジェを送って、まあレベッカに切り替えて休憩ということにしましょう。では今回は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。